森永乳業は4月1日の出荷分からクラフトスライスチーズやクラフトパルメザンチーズなど25品目を5.3%から10.5%値上げすると発表しました世界的な乳製品の需要拡大で輸入チーズの価格が上昇しているほか、原油高騰による包装資材などのコスト上昇が要因です 味の素やクノールスープデリなど25品目を2%から13%値上げします。原材料の小麦の価格高騰や物流コストなどの上昇が要因です。